はい、どうも、三山です。今回の動画は、奄美ノコギリクワガタの掘り出し動画です。はい。で、先に言っておきますけども、サイズはみんなちっちゃいです。みんなちっちゃい。奄美はね、かなり好きで、結構何年も前からやってるんですけども、今回育てたのは、野外品からの産ませたやつ。うん、だからこいつらは WF1 ですね。WF1 です。うん。WF1 初めて育ててみたんですけどね、みんなちっちゃくなりましたね。ちっちゃくなりましたっていうか、今までやってたのは、類代品。類代品 F2 とか、うん。あと、まあ、CBF1 とか、まあ、そんなんしかやってきてないんですけど、今回、野外品から産ませてやってみたら、なんかすごくちっちゃいです。はい。私、奄美飼育し始めて、一番ちっちゃいですね、アベレージが。うん、少し小さいとかのレベルじゃなくて、みんなクソ小さいです。はい。なのでね、なんつうかな、本当は大きいのを掘り出して、動画的にも盛り上げたいけど、これはちょっとね、すごく小さい。でもね、まあ、ちょっと数もいるし、ちょっとね、もしかしたら、かっこいいのもいるかもなっていう、こう、わずかな望みをかけて、ちょっと撮影しながらやってみてます。はい。じゃあちょっとやっていきましょうか。うん。あのね、これみんな去年浮かしたやつです。去年浮かして、去年のね、9月とか10月、そんな感じの浮かですね。そしてまあ、ほぼ、まだ1年は経たんけど、まあ、越冬して、最近ね、活動を始めた感じで、こう上にね、出てきたりしてるんですよ。うん。なのでね、もうちょっと掘り出してみようかなと思います。はい。よし、じゃあ行きましょう。ちっちゃいんですよね。今回ね。あ、一番上にいましたね。はい。これ上にいたやつです。はい、まず一匹目。はい。すごいちっちゃいです。奄美ノコギリクワガタ。うん。国産の子ではね、一番大きくなるノコギリクワガタですけども、ちっちゃいですね。測るまでもない。測る意欲もないというか。まあ、これはこれで可愛いんですけどね。はい。はい、どうも。ちょっとこっち置いていきましょう。はい。じゃあ、どんどんやっていきます。これも上に出てきてるな。はい。はい。これも小さいです。何やろ、50ミリぐらいしかないのかもしれませんね。うん。顎はね、結構小さいなりにかっこいいな。あとでね、ちょっと測ってみます。あとでね、拡大映像、映しながら測ってみたいと思います。あ、これか、ね。ラベルを間違わないようにしないとね。はい、これは上にはいないのかな？上にはいないか。奄美ノコギリクワガタっていうのはね、本土にいるノコギリクワガタとはまた別の種類なんですよ、明らかに。うん。メスがですね、明らかにね、違うんですよね。メスが。メスのね、背中にはね、筋が入ってるんですよ。ノコギリのくせに。まあ、くせにって言い方は語弊があるか。ノコギリクワガタなのにね、背中に筋があるんですよ。面白いですよ。うん。面白いノコギリクワガタ。オスもね、似てるんですけど、よく見たら、頭順がね、違うんですよね。はい、出てきました。はい、こっちもさっきと同じぐらいのサイズかな。はい。頭順が違う。まあ、後で拡大映像で説明しますね。はい。じゃあ、どんどんやっていきましょう。あ、これ、これ、これ、比べる。奄美の子、かっこいいんですよ。うん。あ、いましたね。やっぱりね、活動始めてますね。みんなこう、洋室から出てきてる。あ、これは、ああ、うん、大きいとは言えないな。いたいた。まあ、かっこいいはかっこいいですけど。うん。今んとこ一番大きいかな。はい。奄美の子はね、大きいとあれですよ。80ミリ届くんですよ。80ミリ。うん、国産の子で80ミリとかえげつないですね。
うん、すごい魅力ある種類です。はい、これかわいいな。はい、今のところみんなオスだな。オスオス。今回ちっちゃかったのあれかな。私のマットをこう食い慣れてないってのがあるのかなとちょっと思ってます。うん、例えばですよ、離島のノコギリクワガタもやっぱ島によってはですね、食性が違うというか、同じ餌でノコギリクワガタね、全部大きくなるかって言ったらそうでもない、島によってねやっぱ違うんですよね。同じ餌与えても大きさ、太り方が全然違ってきたり。お、これちょっと顎曲がってますね。うん、溶出失敗したのかな。うん、羽は綺麗ですけどね、顎がなんか曲がってます。はい、これね、あたたたたた、顎太いな、こいつ顎太いのかっこいいな。こいつこう種親にしようかな。うん、曲がっては残念だけど、これは遺伝的なもんじゃないしな。個人的にはね、顎の付け根がすっごい太いやつが好きですね。うん、はい、これまちっちゃいね、恥ずかしいぐらいちっちゃい。じゃあどんどんやっていきます。結構みんな上に出てきてますね。うん、あら、今で全部オスだな。メスがいないぞ。私的にはメスがいないとこも、あー、いた、メスいました。メス来ました。はい、メスです。メスも小さいな。ご筋分かります。後でね、拡大映像がいいか、拡大映像でお見せしますね。はい、奄美の子はほんとね、面白いノコギリクワガタ、なぜ筋があるのかってね。うん、不思議だね。奄美大島っていうのはね、不思議な島なんですよね。なんか変わったクワガタが結構いますよね。あの筋太平田も確か奄美だったよな。ねえ、筋があるんですよ、平田に。まあ、厳密に言うと平田ね、本当のやつも筋があるっちゃあるんですけど、筋太平田より鮮明ですね、筋が。はい、メス、またメス。メスいました。はい。はい、メス。あと何が、奄美ミヤマクワガタっていうのが確かいたな。奄美ミヤマ。うん。奄美ミヤマも変わっててね。なんかあれですよ。なかなか、コカエのミヤマとは習性が違うみたいで。なんか歩いてるっていうことを聞きますね。なんか土の中に潜ってるっていう噂も聞くんですけど、実際どうなんでしょうね。いつか奄美大島にね、最終行った時はね、いろいろ調べてみたいですね、そこら辺も。これもちっちゃいオスでした。奄美大島ね、最終行きたいんですよ。ねえ。まあ、ハブとか怖いんですけど、行きたいな。ね、噂に言うと、ハブが木にぶら下がってるらしいですね、奄美大島。ね、やばいっすね。下だけ見てたら上からガブッとやられるというメスです。怖くないですか、木に巻きついて飛びかかってくるらしいですよ、下通ったら。ねえ、ハンティングされるんですよ、こっちが。やばいですね。怖いです。ねえ、奄美大島とかで採集やるならね、すごく注意せないか、覚悟が必要ですね。うん。ここら辺と同じノリでやってたらやられますね、多分。やばいんだっていうね、気持ちのもとやらんと、奄美大島、やられるだろうな。はい、あ、いないぞ。どこにいるんだ。どこかな。最初はね、いろんなとこ行ってみたいんですけどね。
まあ普通なかなかいけませんよね。ありました。メス。メスメス。はい。あったあったあった。痛い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 。よいしょ。メス。はい。これはオスかな。オスが。あんま上出てきてる。やっぱちっちゃいな。みんなちっちゃいです。うん。ちっちゃい。すごいちっちゃい。これも出てきてるかな。出てきてる。これも出てきてます。コモス。さあどこだ、どこだ、最後の一頭どこだ。開いた。これメスでした。はい、全部掘り出しました。軒並み小さいです。まあとりあえずラベルを移していきますね。うん、ごちゃごちゃなる前に移しましょう。移しましょう。でもうね、活動始めてる個体も結構いるみたいですから、動画の後に餌をやります。ちょっと時間かかるのでちょっと割愛しますね。ラベル写しは終了しました。こんな感じです。じゃあちょっとね、目星圧サイズ測っていきます。一番大きそうなやつはどれかな。こいつかこいつだな。こいつっぽいな。こいつのサイズを測ってみますね。うん、ちょっと測ってみましょう。ちょっとカメラ置きます。はい、ちょっと測ってみましょう。どのくらいでしょう。70はいってないでしょうね。じゃないでしょうね。今ゼロですね。やってみます。見えるかな。ちょっと分かりにくいですね、測り方。ちょっとごめんな。はいはい、こんなもんですね。分かるかな。分かりにくいね。こんなもんです。はい、69いってないですね。はい、69。もう一匹ちょっとやってみましょうか。こっちの方がちっちゃいかな。あ、一緒だ。こいつも69でした。うん、こっちの方が、あ、もうちょっと、まあこんな感じですね。69。70届いてないです。今回掘り出したので70届いてるやつはいないですね。はい。残念です。で、さっき言ったね、本土ノコギリクワガタの、との違いというのはちょっと、言っていきましょうかね。はい。まずオスですけど、はい。オスはですね、ここ。わかります？ここのね、このチュッて出てるやつ、これ頭順って言うんですけど、お、これがね、甘みノコギリクワガタ、こんな出てるんですよ、前にジュッと。うん、頭順の発達がいいんですね。はい、頭順、ね、本土のやつと比べましょうか。本土ノコいるかな。ちょっと待ってね。ちょっと待って、本土ノコギリどうだ。大きいのがいない。ちょっと大きいのがいなくて申し訳ないんですけど、はい、これが本土の子。わかるかな。本土の子、さっきみたいにとんがってませんよね。とんがってるというか、前に甘みの子みたいにすごく出てない。はい、甘みの子見てみましょう。はい、これはもう、これが甘みの子。わかります？ね、
甘みの子は細くこうやって突き出てますね。うん、こっちの本土の子はそんなんがない、細く突き出てない。これでオスで見分けることができます。うん、あと厳密に言ったらね、内歯、顎の歯の突き方、内歯の突き方も違うんですけど、うん、甘みの子の方がね、メリハリがある感じ。うん、メリハリが、はい、まあそんな感じです。で、の、あれですね、の、メス、メスはどんな感じかというと、どれが分かりやすいか、大きいかな、はい、これがメスです。メス、これノコギリのメスです。これ筋があるの分かります？筋ね、天国もすごく粗めで、なおかつ筋があります。こうやってね、うん、本土のね、本土のノコはね、ツルッとしてますね。筋もないしツルッとしてる。これもちょっと本土持ってくるか、本土の子持っていきますかね。本土の子はこれ落ちた、はい、ください。本土の子はね、甘みの子に比べてつるってしてますね。うん、まあ厳密に言えばね、うっすら筋はあるんですけど、まあ、こんな感じですよ。甘みの子はね、変わってます。天国が荒く、筋も明瞭ですね。うん、面白いです。はい、はい、ちなみにこいつは今回の掘り出しではないんですけど、こいつらの兄弟ですね。ちょっと前に掘り出した、74ミリの甘みのこぎりです。はい、まあ74ミリ、甘みのこぎりで74ミリっていうのはもう決してね、まあ普通サイズですけど、うん。でもね、このくらいになるとやっぱりね、結構いかついです。はい。ね、70後半出したらね、78とか、78ミリとか出せば、結構、うわ、大きいなってなるんですけど。これ74ミリでね、まあサイズ的には普通です。でもね、かっこいいんですよ。好きですね。うん、本土のね、本土型のノコギリでは僕生きノコが一番好きですけどね、生きのノコギリ、うん、大きくなりますからね。でも国産種で言えばやっぱ甘ノコが一番かな。はい、これ74円だったよな。74。ああ、75ワードは。うん。最大75いきます。うん。75です。今期ではこれが最大ですね、恥ずかしながら。残念です。はい、というわけで、今回、甘みのこぎりクワガタの掘り出し動画でした。ご視聴ありがとうございました。かっこいいな。それでは、さよなら、バイバイ。